いやー本当にいい天気になりました。雪道もあります。おいしいよ、大きなおにぎり、でかい中学生が作ってくれたおにぎり。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となる十日町雪まつり。目玉の一つは市民手作りの雪の芸術作品、雪像です。コロナが3年間続きましたね、はい、それで我々私生活でも仕事でも耐えてきましたね、はいはい、で耐えるっていう、あ、こういった雪像を作ろうと思ってください。あ、はい、顔が半分、はい、押しつぶされてるような感じ で、 そうです、耐えてるんですよ。耐えてるんですね。これはうさぎさんですか。あー、いい返事ですね。みんなが作ったんですか。はい。地元の保育園の子どもたちは今年の干支うさぎの雪像を作りました。こちらでは竜と虎を制作中。竜と虎のように高いレベルで雪像の出来栄えを競いたいという思いを込めています。今回はおよそ40点の作品が市内各地で制作されています。いろんなところにも雪像だったりありますんで、見てもらって雪国十日町というものを楽しんでいただけたらなと思っております。74回目を迎える十日町雪まつりは明日午前9時から始まります。